皆さんこんばんは。ジョネトラダムスウィークエンド、今週も人類滅亡、はい、そういうことでですね、はい、始まったんですが、はい、すごいニュースが飛び込んできました。何でしょう、フェイクニュースです。フェイクニュースですか、はい、原さん、はい、このチャンネルクララでもおなじみ、はい、ニュース女子でもお世話になってる原さんがですね、はい、規制改革、案をめぐってね、なんかその、協力関係にあるコンサルタント、会社が、その福岡市の学校法人から200万円のコンサルタント料を受け取っていたっていう記事が出てるんですけど、はい、原さんが200万受け取ったかのように読めるのね、はい、これちょっと正確に読むと ね、はい、政府の国家戦略特区をめぐり規制改革案を最初に審査するワーキンググループの原座長と協力関係にあるコンサルタント会社が、はい、原さんじゃないよ、はい、協力関係にあるコンサルタント会社が2015年提案を、提案を検討していた福岡市の学校法人から約200万円のコンサルタント料を受け取っていた、はい、原さんのと協力関係にあるコンサルタント会社って言うんですけど、はい、この協力関係ってどんな関係かというと単に社長を知ってるってだけらしいんですよ。あら、原さんが男なしというだけですか。はい、しっかりとですね反論記事をですね、はい、まあ、フォーサイト、こちらに載せてましてですね、はい、私は記事に出てくるトックビジネスコンサルティング社かっこトックビズ社なる会社やその顧客から1円ももらったことはないと、はい、毎日新聞記者は私が金銭を受け取ったよ、受け取った事実を探し回ったが結局見つからなかったのだろう、記事の本文をよく読むと私が金銭を受け取ったとは書かれていない。そうなんですよ、はい、協力関係にあるコンサル会社が200万円受け取ってましたと、はい、でその協力関係なるものは何かというと、私と、協力関係にあるトックビズ社が200万円を受け取ったとのストーリーに仕立てたようだが、そもそも同社と私は、特に協力関係にあるわけではない、はい、確かに同社の社長は知人だが知人が経営在籍する会社はいくらでもある。一般的にそれを協力関係とは呼ばない。その通りです。根本的に違うんですね。もうその通りです、はい、でまあ、私も、原さんの知り合いの経営者の一人なんで、はい、私も、いろんな人からお金を受け取ってるので、はい、協力関係にある会社がお金を受け取ってるって書きたかったかけ毎日新聞って感じなんですけど、はい、ひでえフェイクニュースなの。いや新聞に書いたらいけないんですよね、うん、でこれねなんかもう続報出したりとかね、はい、もう毎日新聞がえらいまたこの盛りかけ問題みたいなストーリーに仕立てないんですけど、おそらく原さんって岩盤規制を打破する側にいるでしょ、はい、で毎日新聞は本来だったらそういうまあ既得権者のね不正を暴いてジャーナリズムってね、はい、でそこにこうメス入れるのがジャーナリズムなのに、はい、なんともう権力者の犬となり果てている。左翼の皆さん大丈夫ですかこんな新聞でと、はい、というかねむしろそっち側のはずでしょ、はい、ね、権力を打破しろみたいなはずなのになんかこう安倍死ねえみたいな、はい、まあ、そういう角度をつけて報道したんでしょうね。そうですね、はい、まあ、朝日がなくなる日平和の日ということでね、はい、縮小活動やってますけど、まあ、毎日新聞ねもうすでになくなってるので、まあ、7割おしがみですからね、はい、まあ、ただ事実として言えることは、チャイナ共産党から金もらってる新聞社であることは間違いないです。そうなんですか、はい、チャイナウォッチっていうね、はい、広告記事みたいなやつを掲載してるんですよ。あら、毎日新聞の一部と見まごうかのような、はい、そのチャイナ共産党が全部作った日本語のニュースそのまま出すだけなんですよ。そうなんですか。それを織り込んでるんです。月に1回とか何回とか。あら、で私たちはですね虎ノ門ニュースで大高さんとね、はい、毎日新聞に対して質問状を出しまして、はい、で一応回答があったのでさらにこれを詳しくね追求したんです、はい、一応彼らの言い分はチャイナから提供されるものをそのまま載せてんじゃなくてちゃんとうちの責任でね選別してやってますからというので、はい、じゃあチャイナから何回オファーがあって、はい、何回断ったんだと、はい、で断った案件ってのはどういう内容書いてあったのか言ってみろって言ったら回答できなかったんですよ。では断っていないということですね。そうだからね多分ね、我々おそらくその自分で編集してるって言ってるけどほとんどスルーで載ってるんだろうって疑惑に答えられなかったんで、はい、認めたのと同じですね、はい、つまりチャイナから金もらってる新聞社が原さんのフェイクニュースでっち上げてると、はい、ね、もうどういう意図か分かりますよね、まあ、これはここから先は皆さんご想像にお任せします。ちょっと裏が見えてしまいますね。事実だけ言うと、この毎日新聞の新聞記事にも、原さんの協力関係にあるとか言ってただの知り合いなんですけど、はい、そこが200万もらったってことしか書いてないのに、はい、あたかも原さんがもらったかのような、はい、そういうなんかね左側に図が出てるんですけど、はい、絵が出てますね。そう原さんが200万もらったかのような、はい、そんな感じですよ。原さんのところとそのビズ社っていうのが、はい、トックビズ社が一体化してるかのような、はい、書き方してるので。そうですよね、顔の真上に書いてありますからね。そうそう、このひどいフェイクニュースを、はい、まあ一社だけね、毎日新聞が出してるんですけどその毎日新聞はチャイナ共産党から金もらって、はい、で私たちはちゃんと選別してますとか言うんでじゃあ何個オファー来て何個断ったか言ってみろ具体的に何断ったんだか言ってみろって言ったら答えられなかった、はい、そういう新聞社です、はい、でちなみに言うとそのチャイナウォッチにはですね、新疆ウイグル自治区ではウィンタースポーツが盛んみたいな、はい、そんな記事出てるんですよ。ウイグルで100万人の強制収容所があってもうとんでもない人権問題になっているのに、はい、ほぼ同じ時期に
新ちゃんウイグズ自治区ではウィンタースポーツかみたいな、信じられないですよ、ね、信じられないですね、本当に。でそんなね、わけわからん記事とか、はい、あともうチャイナの経済まで大丈夫だみたいな、そういうもうね、新華社通信みたいなね、はい、チャイナの言い分を一方的に伝えるような、はい、しかもそれが毎日新聞の一部に見えるかのような、はい、そういう記事を出してます。事実関係も確認しないで載せてる可能性がという、はい、でこれはあのイギリスのガーディアンというところがすっぱ抜きまして、はい、あのチャイナのカリブネ戦略といってですね、あのペイドバブでそうやってあのいろんな、まあ、あの新聞にですね、はい、まあ、例えばニューヨークタイムズとかにもやってるんですけど、出すことでさもニューヨークタイムズがチャイナ素晴らしいって言ってるかのような、はい、そういう錯覚を与える戦略として書いてあって、はい、そのガーディアンの記事には毎日新聞って書いてあるんですよ。いやもうバレてるんですね。そうなので我々は直接質問したんです、はい、お前そのまま言われたら載せてんじゃないのって言うから、はい、いやちゃんとあのね、あの選別して載せてますと、はい、うん、じゃあオファーが何件あって何件断ったんだと、で断った記事はどんな記事なんだ、答えてみろと、具体的に言ってみろって言ったら、あのすでにお答えした通りですみたいな回答で、いや答えてないじゃんと、はい、ね、何本のオファーのうち何本断ったのと、オタクのじゃあその審査基準どうなの、開示しないよ読者に言ったら、それが開示できないってことは言えないんでしょ、はい、多分そうですね、ね、はい、毎日新聞はそういう新聞ですから、あら、はい、毎日新聞ですね、毎日新聞お気をつけください、はい、それからもう一つね、毎日新聞も無視してるかもしれないですけど、これね、香港が大変なことになってますよ、はい、あの逃亡犯条例というね、はい、まあ、チャイナから疑いをかけられた人はですね、はい、香港で裁判を受けることなく、大陸に送られてしまうというですね、はい、もう恐ろしい悪法ですね。日本人が捕まっても送られてしまうんですよね、はい、あの香港のビジネスマンとかで、はい、あのチャイナの、まあ、会社ね、メインランドチャイナの会社とちょっとトラブルになってるような人とかいるじゃないですか、はい、でそいつらを例えばその、まあ、チャイナ賄賂がすごいですから、はい、賄賂でですね、まあ、その検察官とか買収して、でこいつは逃亡犯ですってやると香港から自動的に向こうに送られてしまう、まあ、そういうのにも使えると。恐ろしいですね、はい、で一応香港はもともとイギリスの植民地だったんで、はい、まあ、コモンローというのがあってですね、まあ、日本なんかよりももっとちゃんとしたデュープロセスがあるわけですよ、はい、でそういうのを無視して、はい、もういきなり捕まえて連れていけちゃうと、で、あの今までね、そのドラワン書店とかそういう、まあ、チャイナの共産党に都合の悪いことを書いてるような、ね、はい、あの出版社の社長とか突然拉致されてチャイナに連れていかれるみたいな事件が何件があったんですけど、はい、そういうのがもうあの公然とできるようになっちゃうんですね。今までそれ違法な、まあ、拉致監禁になったんですけど、はい、それがもう合法化されてしまうと、もうそれダメですよね、はい、なので、まあ、香港の、住民が怒りまして、はい、で100万人でもね、はい、主催者側が24万人って言ってるんですけど、はい、あ、主催者ごめんなさい、警察発表24万人って言ってるんですけど、これ仮に24万人だったとしてもすごいですからね、はい、香港って750万人しか住んでないですから。あ、そうなんですか。そうです。ってことは30人に1人でも行ったってことでしょ、はい、もし 100万人だったら7人に1人行ってるってことで、はい、まあ、でもあの動画で見たんですけど、まあ、普段あの車全開で撮ってるあのね、セントラルのメインの通りがもう群衆で埋め尽くされてて、はい、そうなんですよね、びっくりしました、はい、ね、日本のあの、まあ、あの安保法制のデモの時ね、はい、一生懸命こうたくさん映るようにこう工夫したあんなスカスカのとは全然違いますよ。ありましたね、はい、そういうのが。あれマックス3万人を3倍して10万人って言ってましたからね、はい、主催者、はい、日本は警察側の発表の方が信用できるんですけど、はい、まあ、チャイナの場合はもう主催者側の発表でいいのかな、はい、間を取ってもじゃあ50万人、はい、すごいですよね。ものすごいですよね。で、あの実際にはもう警官隊との衝突も始まっていて、はい、で、まあ、立法府にね、あの立法議員が来れないように占拠したりとか、はい、でそれに対してまあ警察が催涙弾とか、そうなんですよね、あとゴム弾とかですね、はい、あとあの鉄の弾入ったやつ撃ったりとか始まってるので、これ第二の天安門事件になったら大変ですよ、はい、果たして習近平は G20 に来れるのかどうか。来れるんですかね、こんなことになってしまったら、ねね、ダメですよね。習近平氏も日本来れないんでしょうか。来れないでしょうか ね。でもね、これね、弾圧せざるを得ないみたいなんで。そうなんですか。行っちゃうかもしれません、はい、もう香港に行くのが怖くなってしまいますね。そうなんです。あ、そうでね、香港でね、はい、実は今年の10月、はい、ジョネドラダムスの海外投資セミナーってやろうと思ったんですよ、はい、本気で海外投資する人のセミナーね、はい、はい、あの一応審査があるんです、参加には審査があります。あ、そうなんですね。でやろうと思ったんですよ、はい、で香港銀行多いですからね。そうなんです、はい、でね、香港は近くて、あとその、まあ、いわゆる外国銀行ね、とあの契約するには日本国内だとダメなんですよ一応、はい、外銀扱いのちょっとあのいろんなそういう日本では買えない商品とかも買えるような、はい、私の経験も含めて全部お話ししようと思ったんで、はい、で、まあ、香港はそういう支店が多いので、そういう外銀のそこでやろうかなと、あのちょっと協力も得てね、はい、と思ってたんですけど、ちょっと今回の件で、無理だなと、はい、でその、まあ、私の知り合いのその担当ね、にメールしたんですけど、はい、未だにメールは返ってこないんです。多分出勤できてないと思います、はい、今週心配ですよね。そうなんです、まあ、おそらく、まあ、あのいけないんだろうなと、あのセントラルが占拠されちゃってるんで、はい、まあ、でも多分あの地下鉄で行ったりすれば行けるとは思うんですけど、はい、まあ、帰れなくなる可能性もあったりもするので、で返事が来てないので、はい、あ、もうこれはダメかなということで、はい、もう開催はですねちょっと遠いんですけど、はい、片道4時間損しちゃうんですけど、はい、シンガポール開催にしようかなと。
はい、思いまして、はい、今ちょっとあの準備してますので、はい、本気で海外投資考えてる方は11月、あ、これちなみにただです。あ、そうなんですか。ただなんですけど、現地集合、はい、現地解散というですね。なるほど。でもシンガポール綺麗な国ですからね。そうですね。しかもね、はい、あの場所はあの参加者だけにしか教えない秘密会なんで、参加には審査がありますので、はい、あのいずれ募集しますので、ご関心ある方は、はい、いうことでございます。はい。はい、で次、そうで、なんで資産運用するか、別に老後の資金じゃないんですけど、はい、一応老後資金2000万というのが出たんで、ちょうどいいタイミングで出ましたね。これね、まあ日経新聞にもね、記事が出てて、でその引き締めに躍起になってると、はい、麻生さんがね、はい、言ってんですけど、なんでこんな余計なこと言ったのかと、はい、受け取らないっていうことになってしまったんですよね。まあそうですよね。はい、だまあ一応公的年金のね制度改革が遅れるという、はい、まあ書き方で日経新聞は書いてまして、で要は公的年金は現役世代からの仕送り方式、まあ要は付加方式ってやつで成り立ってる。はいね、で少子高齢化に伴い将来世代の年金額が極端に減らないよう100年安心を謳った2004年の公的年金の制度改革で、まあ、マクロ経済スライドっていうのが入ったわけですよ。でこれがデフレになるとねやらないの。あ、そうなんですか。あのマクロ経済スライドってのはインフレになった時はこう年金上がっていくんですけど、はい、デフレになると本当は減らさなきゃいけないのに、はい、これやらないんですよ。でこれやらないと100年安心じゃなくなっちゃうのね、はい、だって今年の10月に消費税増税したらまた消費が落ちてデフレになるかもしれないでしょ。はい、だからデフレになったら年金だって減らしていいじゃんって話なんですけど、はい、それが減らせないとなると大変だみたいな、まあ、はい、そういう話なんですよ。でそれで あんまり安心じゃないからやっぱ2000万ぐらい蓄えないとみたいな余計なこと言ったら、はい、そしたら今大炎上しているということなんですが、はい、すいません、年金を語るときね、バカな人がいるので、いやちょっと私これは危険な、解説をしておきたいんですけれどもぜひぜひ、あのよくね、まあこれよく言うんですけど、はい、将来こんなに給付が必要なのに今これだけしか資産がないんですって言うでしょ、はい、これあのバカな人の視点なんですよ。ちょっと気持ちわかりますね、はい、これね、はい、バランスしてるのは何かというと、将来の給付と将来の保険料がバランスしてるのね。これが付加方式ってやつなのね。俺もね昔ねこれよく分かってなくて、これが足らないじゃんって思ってたんですけど、はい、あの飯田先生とか高橋先生に教えてもらって、いやそれバランスしてるの将来取る保険料だからと、はい、でここはね一応保険数理っていうのを計算してるので、その保険数理に基づいて、こっちをちょっと絞ってこっちをちょっと増やしたりとか、はい、ね、まあここの運用頑張ったり、まあ景気よくなるとこう運用益も上がったりして、そういうまあポジティブサプライズとかでここが大体バランスするようになってるんですよ、はい、で今の日本の年金制度はここが要はその将来の給付の部分がマクロ経済スライドちゃんとやらないので、はい、ここはちょっと減らんと、はい、ね、でこっちのまあ将来の保険料がデフレだと減っちゃうでしょ、はい、ね、デフレだと減るんですよ。あの問題はそこなんですよ、はい、なのに今こうデフレにしようとして変な増税とかやろうとしてるでしょ、はい、だからそれでこれがぐちゃぐちゃになっちゃうよと。で高橋先生なんかはこことここがバランスする、要は保険料、将来の保険料とここがバランスするから、はい、そのまあ、誰が負担してるかって分かるわけですよね自分で、はい、でこれで無責任な制度にならなくて、まあ、財政規律みたいなものが働くんですけど、ここの財源を消費税にしちゃったら、はい、これもらう人と払う人がもうバラバラになっちゃうので、はい、もう放漫財政なんて逆に破綻するよっていうのを実は高橋先生が言ってるわけですよ。なるほど、はい、これ大事なのね、はい、ね、でそのバカな人には将来の保険料って見えないんですよ。はい、はい、よくね、これ書いてるのはね、今法政大学に行った小黒さんかな、はい、グロちゃん、はい、グロちゃんはね、まあ、浅井隆先生とね日本破綻本なんかを書いておりますので、はい、大丈夫かなと、あら、なんか変な投資顧問業の広告塔になってなきゃいいけどなとかちょっと思いますけど、はい、まあ、でも海外投資セミナーとかやってる俺が言うのもあんまり説得力ないんですけど、でも僕ただですからね、はい、な月何十年何十万とか取らないですから、僕はただでやりますから、はい、その代わり現地集合現地開催ですけど楽しそうですけどね、まあ、まあいいんですけど、はいはい、なんでそのな彼なんか言うのはグロちゃんの人はまさにこのあのバカな人の視点の方を言うんですよ、はい、今苦しくないね将来の給付がとか始まるんですけど、はい、いや将来の保険料と比較してと、でそこはその微分方程式みたいなものを書いて計算するんです。はい、はい、でそれでバランスするように作らなきゃいけないので、はい、で前にねこの件それこそ原さんとね八重洲イブニングラボでやった時も、はい、もうね最初の15分ぐらいで俺が結論言っちゃったの。お、うん、要は給付される年齢を少し上げる、はい、要は平均寿命伸びてるので、はい、大体平均ぐらいのところで支給しないとダメでしょ、はい、だから支給年齢ちょっと上げて、でそれからお金持ってる人にはもう上げないとか、はい、返上したら勲章もらえるとかで、はい、もうその、給付をちょっと減らす措置を取り、はい、でかつ保険料の方も調整すると、はい、ね、まあ、社会保険料上げるかなんかすると、はい、ね、いうふうにすることによって、であとはその社会保険料も年寄りも働くでしょ60代だったら、はい、もうだそういう人からも徴収するとかすれば大体バランスんじゃないと、はい、言ったら、いや実はそうなんですと、だからその出口をちょっと絞って入り口を少しこうね、はい、ちゃんと給付漏れがないようにする、まあ、例えば給付漏れないようにするのが一番いいのはね、再入庁を作るといいんですよね。お、はい、今税金と保険料別々でしょ、はい、で法人なんかでね
社会保険料ですって言って、従業員から徴収してるのに徴収しますね。それをね納付するのバックれてるとこあるんですよ。そうなんですか、ひどいですね。そう、これがまあ消えた年金の原因になっちゃったんですけど、はい、でそういうバックれたところはあの税務署で把握できるわけね、はい、だって税務署の方にあのその法人税を納めてる事業所ってバーっていっぱいあるじゃないですか、はい、で社会保険庁っていうかあの今の年金機構の方で把握してるその社会保険料を納めてる法人って、はい、それよりも少ないんですよ。おかしいですよね。でその差分はバックれてる分なんで、はい、ここちゃんと取るだけでも年間何兆2兆とか何兆とか言われてるんですよ、ね。はい、だその社会保険料の徴収漏れをまず防ぐって基本ですよね、はい、こっち側の将来のきちんと回収しないと、そうそう、将来の保険料っていう分ではここをちゃんとしっかり取ると、はい、見えないところですね。でそうで給付の方は今もうあのすげえ金持ちでも年金払っちゃってるんで、はい、もうすげえ金持ち払わなくすると、はい、それやるだけでももうだいぶ楽になっちゃうんですよ、はい、で原さんに言ったらもう大体そんなんで解決しちゃいますぐらい言ってたんで、あ、そんなになんですね。そうだからちゃんとやれば保険はこれあのすごくいい長生き保険なんですよ、はい、でさらに言うとねこのなんか将来の基金あるでしょ、このちっちゃい、これがいわゆるあの、はい、GPIF ってとこで運用してるんですけど、はい、GPIF なんてはっきり言っていらないんですよ。いらないんですか。いらないんですよ。だってあの要は物価が上がっちゃった時に、はい、あの運用しないと払えないからってことで運用してるんですけど、運用やめちゃえばいいんですよ、はい、物価連動債、物価連動債をずっと買う、はい、でもうあの入ってきた保険料と同額の物価連動債買う、はい、そうするともう下手するとこれ自動取引でいけるって言ってましたから。そうなんですか。もしくはもうなんかあの担当のおばちゃん一人置いとけば、はい、もうそれで毎月あ入ってきた分買うだけだからもう全然できるっつって、はい、で物価連動債をもうこのあのオファーに応じて出しまくればいいんですよ、はい、財務省が、はい、でずっとその物価、ね、物価上がろうが下がろうが全部連動するんで、はい、そうするともうマクロ経済スライドになるでしょ、はい、そうすると年金もらってる人もインフレになることの方があの保険料増えるから、はい、デフレになれっていうジジイも減ると思うので、はい、あそういうデモもありますからね。そう、はい、あの阪急だっけ、阪急がなんかほら広告で、はい、なんかその理想の仕事だけど、給料が、30万しかもらえないのと、はい、嫌な仕事だけど給料が50万円もらえるんだったら理想の仕事で30万円もらった方がいいみたいな、はい、ね、80歳80代研究者みたいな、はい、そういうのでもう超炎上しまして、はい、反感買ってるんです。これまさにジジイはデフレの方がいいんですよ。現金貯め込んでるんで現金の価値上がった方がいいでしょ、はいはい、だけどそうならないように彼らのインセンティブを正しい方向に導くには、はい、デフレになるとお前ら年金減るよっていう風になれば、そうすれば投票行動とかも変わると思うんですよね、まあ、そうですよね。頑張りますよね、いっぱいもらいたいと思って。そうだあのガチのマクロ経済スライドをやって、はい、で年金はもうそんな GPIF なんかで運用しないで、はい、もう全部物価連動債買ったりとかして、はい、GPIF の経費も浮くじゃない、はい、そうしたらほらこっち側のねこの右側ね、あ向こうから見ると左側か、はい、こっちの左側のその将来の保険料が増えるでしょ、はい、であとこっちの出口の方はちょっと調整すればいいんですよ、はいはい、まあ、私は多分金持ちに出さなくするのがいいかなと。もしくは金持ちの年金返上制度、はい、もう、いくら以上返上すると自動的に勲章もらえますとか言ったら、あいいですね。もう最後は名誉でしょ人間、はい、18金のなんかすごい勲章みたいなの欲しいですね。ものすごいのもらえますみたいな、はい、あのね、なんとか褒章とかで、はい、でもう皇居に呼ばれて天皇陛下から直接授与されると。それはいいです ね。そしたらみんな、ね、年金いらない人は返上するでしょ、はい、そうです ね。もう年金の返上額が1億超えた人は自動的に勲章みたいな、はい、やったらいいんですよね。それ欲しさにちょっとやめちゃいそうですよね。そうそうそう、でもうこれは年金もらう人全員対象なんで、はい、外国人もほら一応ね払ってるともらえちゃうので、はい、もうそういうのも含めてねやったらいいと思うんですよ、ね、はい、でこれだけでだいぶ違うということなんですよね。それがいいですね。それがいいんですよ、はい、なのにね全く消費税増税なんてわけわかんないことしてですね、はい、ね将来の保険料を消費税で埋めるなんて最悪なんですよ、はい、でこれもうウォールストリートジャーナルから、ね、忠告されてますよこれね、消費税増税の、ね、消費税増税は失策と、はい、日本は回避のチャンスを台無しにしてしまうだろうということで、はい、まあ、今週日経新聞がね、どうも衆参ダブル選挙はないみたいだと、はい、ね、火消しに、まあ、入ってしまいまして、はい、でなんか、自民党の公約で解散総選挙となる見込みは一段と薄れてしまいましたと、はい、で消費税増税も予定通りやると宣言しちゃったんで7日にね、宣言しちゃったんですか。宣言しちゃったんで、まあこれは厳しいかなと、はい、まあ、ただね、あやめとこうかな、言うの。あ、何ですか何ですか。まあちょっとだけチャンスは何にしもあらずなんですけど、はい、でも言うとなんかちょっと良くないんでやめときます。あ、広まるんで来週にしますか。はい、来週にします、はい、来週あのあそうですね、放送後に俺が吉田さんに言うので、はい、当たったかどうかだけ、はい、当たりました。あでもダメだ、それも談合してる可能性が談合してる可能性が拭いされなくなるのでちょっと難しいんですけど、はい、まあ、だからウォールストリートジャーナルももう言ってるし、はい、あとなんか足立さんが
なんか御用学者の会に出たら、はい、御用学者でもなんか結構消費税増税反対の人多い。あ、そうなんですか。うん、でもう世間一般的にも反対の人多いし、はい、それからもう増税のへりくつっていうのは全部論破されちゃったじゃん、はい、高橋先生に社会保障財源ならない、はい、ね、あのさっきのこれですよ。そうですよ ね給付と、ね、はい、将来の保険料バランスしなくなるよと、おかしくなるよと、はい、わけが分からなくなってしまう。そう、もう放漫経営になってむしろ年金破綻するよっていうのバレちゃったし、はい、で財政破綻もしないでしょ。で直間比率の見直しなんてもうとっくにできてんじゃん、はい、ね、もうじゃあそしたら消費税増税する理由なんかどこにもないんですけど、ね、ハイパーインフレでも来るんですか来るんですか ねハイパーインフレ来るんだったら、ね、お手持ちの、聖徳太子じゃなくて、今は誰だ、福沢諭吉か、はい、ね、もうすぐ変わりますけどね、はい、お手持ちの福沢諭吉が書いてあるあの、日本銀行券って書いてある紙、はい、あれ紙くずになるんで私の方どんどん送ってください私の方で全部処分させていただきますので、代わりにね、ちり紙送りますから、はい、あれじゃあほら鼻噛んだら切れちゃうでしょ。そうです、痛いですよね。ちりがみなら鼻噛めますから。昔わらばんしで噛んだら痛かったです、ね、痛い。あ、そんなティッシュを持っていなくて、はい、あの電車に乗っていて、ええ、あ、どうしようと思ってわらばんしをこすって薄くしてなんか噛んでたら、ええ、前のおばさまがティッシュくださって、ええ、ありがとうございます。よかったですね。当時はありがとうございました、ええ、わらばんしよりもきついですよ、お札で噛んだら。痛いですよ ね。あともうバイキンが、そうそう、バイキン危ない、危ないから、もうどしどしチャンネルくらいにね、はい、送っていただければと思います。消毒します。国家破産論者の皆さんお待ちしてます。ハイパーインフレ必ず来ると思うんで、皆さんのお金うちに送ってください。さようなら。